ちは、今日は、結婚された、星野源さんと新垣結衣さんが出演する逃げるは恥だが役に立つを、見ながら一人飲みという企画でやっていきたいと思います。その前に今日は、おつまみを簡単に作ろうかなっていうのと、あとは某コンビニで調達してきた、おつまみを食べながら、そしてお酒を飲みながら見ていきたいと思います。それではじゃあ調理を開始します。早速調理していきたいと思います。今日はこちら、きゅうりとえのきとエリンギ、簡単に調理しておつまみにしていきたいと思います。料理スタート。じゃあまずレンチンをしなきゃいけないエリンギ、これは全部、火を使わないように、凍らずしに、火は使いたくないですので、えのきは、えのきの構造、実はこれ、ここのギリギリで切って、ここ、石杖っていうらしいんですけど、ここは食べれます。なので私はここでギリギリで、めちゃめちゃギリギリで切って、この下はもちろん捨てちゃうんですけど、ここの石杖、ここにうっすらこう線が入ってるんですけど、この線で大体こう切るとまとまった形の石杖が、本当は半分にこれまたこう切ってもいいんですけど、私はあまり手を加えずバラバラにしながらお皿に寄せていきます。で今回はここで発表するんですけど、えのきのバター醤油、ま、炒めてはないんですけど炒めを作りたいと思います。でこの石杖は一緒にここにこういう形でボーンと入れます。お鍋の下準備みたいな形ですが、でこれにバターをこう置きます。こういう感じです。ボンと2個、わ落ちた2個、こんな形で、わ醤油を、搾りたて生醤油をここにわーっと、ここにある電子レンジに入れます。ラップはしないです。これで一回えのきは待ちです。でそしたら次きゅうりに行きます。でキュウリは私本当に好きで、キュウリ栄養がないってよく言われる、ただの水分って言われるけど、いつもはこれをこう味噌につけて食べるんだけど、今日は2本分をこう適当に、これは何も考えずに切りました。適当にこんな感じで切って、ここで梅干し、じゃーん、こうおばあちゃんとかがつけた梅干しなんで、こういう感じです。身を取って、
私はあまり混ぜずにこれをちょっとずつきゅうりと和えながら、まあ一回完成。もう超簡単、簡単っていうかもう切って梅干しのせただけです。次エリンギレンチンにします。薄く切ることが私は大事かなって、なるべく1枚でも多く。そしてもう一個ポイントが、このポイントが原型を保つ、ここで半分にしないっていうのが美味しさのポイントかなと思ってます。こんな感じです。ちょっとね汚いというか、もう醤油のね感じが、でもね香りがねすごい大好きな香ばしい香りね。でエリンギも温めて、もうこれはエリンギは、エリンギは見た目です。できました。あ、いい感じ。ちょっと待って、見えない。カメラの位置をちょっとだけこうして、はーい、わー、うん、美味しそうな匂いする。これに、これでもね、私はもう一回だけやりたい。試スタートで2回目のできました。醤油かけて完成です。イエーイ。お、乾杯。リックスタイム製とかです。お、あ、いる、こういう人いる。